静岡県の魅力を海外に PR しようと、県は今日、各国の大使館などから外交官を招いて県内を巡りました。このツアーは県の東京事務所が企画したもので、東京にある大使館などから外交官が参加しました。新型コロナウイルスの影響でこうしたツアーが行われるのは3年ぶりで、今年は富士山の湧き水の恵みをテーマに7人の外交官が富士宮市にある日本酒の酒蔵などを見て回りました。静岡県の魅力をですね、本国の方にですね、情報発信していただければありがたいなというふうに思っております。県の担当者は、こうした取り組みによって静岡産の日本酒の輸出拡大など県内産業の活性化につながればとしています。